パシフィック PR01 は F1 コンストラクターのパシフィックが1994年の F1 世界選手権用に開発したフォーミュラワンカーである。PR01 のベースとなったのは F1 参戦を目指していたレーナードに加入した元ベネトンのロリーバーンとパッドシモンズが設計したマシンである。レーナードは1992年の F1 参戦を公表していたが計画は 立ち消えとなった。マシンデザインは、この計画を引き継いだパシフィックに流用され、ポール・ブラウンによって手を加えられた。製作はレーナードが言った。エンジンは、ハイニマーダーがチューンした1992年型、イルモア 2175A が搭載される。1993年用のマシンとして開発されたが、資金難のためデビューは1994年に延期された。 ベルトランガショーとポール・ベルモンドがドライブしたが、2台揃っての予選通過は、モナコ GP とスペイン GP のみで、出走したレースはすべてリタイアしている。デビュー時点ですでに3年落ちであったマシンと、非力なイルモアエンジン、そして慢性的な資金難により開発が行われなかったことに加え、3割の GP で、アイルトン・セナとローランド・ラッツェンバーガーが、自己死したことによる、 車両規則の改定の影響もあり、フランス GP 以降は予選を通過できなかった。ありがとうございます。